静岡東方会館は、静岡県静岡市青井区七間町12にある映画館。6階建てのビルにごスクリーンを有する。運営は、非営株式会社であり、198,312月17日に開館した。七間町は、映画館の町として知られ、かつては10巻以上の映画館が軒を連ねていたが、 生活株式会社が運営する映画館が揃って閉館した2011年からは静岡東方会館が唯一の映画館である。シネナナという愛称は所在地の七間町に由来する。日と東方株式会社に資本関係はない。七間町のシンボルだった地球ネオン七間城は静岡市において演劇や映画などの娯楽の町として発展し、 静岡市で初めて活動写真が上映された若竹座や静岡市で初の常設映画館であるパティ館も七間町にあった。1940年1月15日の静岡大会や1945年6月の静岡大空襲では七間町も大きな被害を受けたが、戦後の七間町は再び映画館が立ち並ぶ町となった。 静岡市で映画館業を営む日営株式会社は1955年に映画館の町七間町に静岡東方劇場と静岡東映劇場を開館させた。1960年の静岡市で非営が運営していた映画館には静岡東方劇場、静岡第二東映劇場、第一劇場の3館があった。生活株式会社が運営する。 静岡オリオン座などの映画館も合わせると、最盛期の七間町には10館以上の映画館が軒を連ねていた。静岡市街地における静岡東方会館の所在地1階の県売窓口 BA によって1983年12月17日に静岡東方会館が開館した。初上映作品はキャノンボールに 会館当初の静岡東方会館には、静岡東方、東方プラザ、東方スカラザの3スクリーンがあり、それぞれが300席以上を有していた。東方がアイドル映画を多数制作していた頃には、田野金トリオやヒカルゲンジが静岡東方会館で舞台挨拶を行い、観客が長蛇の列を作ったこともある。1990年時点でも静岡東方、 静岡東方プラザ、静岡東方スカラザの3スクリーンだったが、その後地下1階に、ベルデ東方という名称のミニシアターを開館させて、4スクリーン体制となり、2000年時点では、静岡東方、静岡東方プラザ、静岡東方スカラザ、静岡ベルデ東方の4スクリーンだった。俳優の加藤亮は、小学生時代から東方会館で、学校の会談や、 トイストーリーに、102、世界の中心で、愛を叫ぶなどを見ていたという。2010年頃には、ヒエイの社内で大規模ホールの将来性を疑問視する意見が出たことから、2011年2月5日には4、スクリーンを6スクリーンとして、リニューアル開館した。6階の静岡東方スカラザをシネ4と、シネ5の2スクリーンに分割し、4階5階の静岡、東方プラザを、 シネ2とシネ3の2スクリーンに分割している。最も小規模なシネ3は縦4列計52席という小ささであるが、スクリーンとの距離が近いことで視界全体に画面が広がると好評である。その後地下1階のシネ6を閉館させ、今日の5スクリーン体制となった。静岡で初めて上映されたマイヤーリング2000年代には同一施設に 多数のスクリーンを持つシネマコンプレックスが日本各地に広がりを見せ、七間町で四間球スクリーンを運営する生活も七間町の映画館外というスタイルからそれらを集約してシネコン化を図った。これにより2011年10月2日には静岡織音座など生活が運営する四間球スクリーンが一斉に閉館し3日後の10月5日に オープンの新静岡瀬の場二重スクリーンを有するシネコンシネシティザートに移行した。この一斉閉館によって、七間町の映画館は、静岡東方会館のみとなった。なお、静岡駅付近の静岡市外のスクリーンの他の変化としては2003年に、静岡シネギャラリーが開館している。2013年は、静岡市初の常設映画館。 家庭館が1913年に開館してから100年ということで、静岡市映画工業協会が静岡市映画館100周年記念イベントを企画し、2014年1月には静岡東方会館とシネシティザートで旧作名画の上映会などが開催された。1月18日には静岡東方会館で映画監督の浜野幸と俳優のミッキー・カーティスの 対談イベントが開催された。これらの記念イベントと並行して1月18日から2月7日には長らく日本未公開だったオードリー・ヘプバーン主演作マイヤーリングが静岡で初めて静岡東方会館で上映された。ありがとうございます。